洋画、えー、の吹き替えっていらなくないですか自分はどの映画も字幕で見るようにしています。声優の演技が過剰で冷めます。あ僕も吹き替えって、ああ、でもこ、ネットフリックスは吹き替えで見てますね。あのどんな映画でも僕、フランス語で見るようにしているので、なんかあの見てるだけであのフランス語の勉強になったりするので、なので吹き替えで見てますけど、まあ基本はでも字幕ですね。映画館とかでも。 その、あの、何を言ってるかわからなかったとしても、見てるうちにその言語のなんか言い方とか伝え方が、なんとなく分かってきたりするんですよね。あの、例えばその、インドネシア語の映画を見てるときに、あの、テレマカシーって言ってるのを聞いて、あ、ありがとうっていうときにテレマカシーって言うんだ、みたいなのとかっていうのをなんとなく覚えられるんですよ。っていうのがあって、その、字幕で見てると、あの、その、あ、こういうふうに言ってるんだなっていうのがあるんですよね。 あと、あの、ミニオンズっていう、その黄色い目が1個だったり、2個だったり、3個だったりっていうのが出てくる、あの、アニメ映画があるんですけど、あれの中のキャラクターが、たまにテレマカシーって言うんですよ。なぜインドネシア語言うのかわかんないですけど、 っていうのも、その、あの、要はインドネシア語を知ってて、多分その字幕で、そのミニオンズを見てる人だけ、あ、この、ここでインドネシア語を言うんだっていう、どうでもいいことがわかるっていう。あれ吹き替えでもテレマかシって言ったりするのかな